ボックスのところにちょうどね穴が開いてて、手がちょうど差し込める感じになってるんです ね、 ですね。あと一応ここが電子レンジが入るので、はい、この取っ手がちょっと邪魔にならないよね。あ、まあ、カットしてあるんです。カットしてあるんですね、はい、ミリミリランド。はい、こちらね、三島ダイハツさんの楽しいお車クオーカーを拝見していきたいと思います。はい、なかなかねない、あの展示会で初めて拝見しました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回初めて。初めて。そうですね、こういった展示会で。あ、そうなんですね。はい。そう、初めて拝見しました。小林さんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。はい、これ、クオーカってどんな由来の車なんですか？あのですね、オーストラリアですね。オーストラリアに、クオーカっていう、はい、世界一幸せな、あの動物。そこから撮ってですね、そうなんです。名前は、はいはい、笑うとすごい効果があってすごい可愛い。ちょっとで検索してみて、ぜひ。はいはい、で、外観から聞きたい。ベースのお車は何でしょうか？ダイハツのハイゼットトラックのハイゼットアネル版ですね。はい、ハイゼットトラックなんですね。はい、だからね、外観ね、ほんとトラックっぽいんだけど、こういうところにね、ちょっとしたね、あの可愛い外装がついてるので、もともと当然ここにはまだついてなかったよね。まだつけて、はい、でこのサイドステップもつけて、あ、サイドステップもね、はい、そうですね、はい、ホイールもなんかそして林を入って、はい、ちょっとアウトドア、あ、キャラクターで、はい、このクオッカさん、そうですね、キャラクターで、キャラクターの、はい、ロゴがついてます。このフェイスのところにもね、同じ色の色がね、ラインが入ってるので、すごい統一感ありますね。これはもともとついてるんですか？これもオプションです。オプションで付けられるんです、はいはいはい、ちょっとね、これダイハツのお車見てみましょう。こんな感じです。じゃじゃん、すごく運転しやすそうですね。小回りが、まあ、あの本当は普通の直角シートがついてるんですけども、背中をくり抜いちゃって、はいはい、シートは変えてます。あ、じゃあリクライニングスライドとリクライニングするタイプに変えてるので、なるほど、じゃあそこら辺快適に変化させてるってことで、カーテンも全部こう通常7インチなんですけども、はい、まあ、ちょっとカットして8インチを、はい、8インチをサイバーナビに利用しました。わー、すごい、8インチのサイバーナビが変えれるようになってます。 YouTube 見れてます。 YouTube も見れちゃいますね、はいはい、本当ですね、はい、素晴らしい、通信できるタイプです。はい、じゃあ Wi-Fi つなげられるので、はい、本当使いたい放題。はい、で早速なんですけども、このね、木がすごいんですよ、うん、はい、そうですね、地元の藤ヒノキっていうのを使って、はい、天井と横と床は使ってます。はい、これが本当に木の香りが、香りがすごく、うん、香りがいいですね。いいですよね。ものすごいですね。で、こうこうやって開けさせてもらうと、冷蔵庫ですね。まあ、引き出し式なんですね。引き出し式の冷蔵庫、オプションで付けられるんですね。あ、はい、こちらもオプションで電子レンジも付くことができると。これは どういう風に使えばいいんですか？これですね、一応トランスフォーメーションボックスという名前がちょっと付けてあるんですけども、はい、一応ベッド展開の時に使う感じなんですね。はい、今はリビング展開。そうですね、はい、はい、じゃあまずリビング展開からね、体験していきましょう。ちょこの展開と、まあ、これで一応ダイネットになるので、はい、はい、そうですね、ここが左右座れて、はい、テーブルもしっかりあってって感じですね、はい、このテーブルは低くなるんですか？なります。取り外しが、取り外しがここでできるので。あ、そうなんですね、はい、例えばこれデスクタイプもできるんですけども、ワーキングスタイルと、まあ、足が、はい、取れました。あ、おお、はい、これをこの上に、あー、なるほど、よいしょ、で、ちょっとランスメーションボックス一つを使って、はい、一応これ2つが上と下で変わってるのは、まあ、はい、座れるように、あ、そうなんですね、はい、そういう形でしてやるんですけども、それで厚さが違うんです。そうです、こうやって置いていただいて、はい、真ん中に置いて、ちょ、ここでデスクワーク、デスクワークも、はい、おお、できるように、素晴らしい、はい、いいですね。
はい、100ボルトも12ボルトも USB が一応あるので、あ、100ボルト、12ボルト、USB と、はい、そしてここに100ボルトが2箇所あるし、ね、でこれがあれですかね、FF の出口です、ね、はい、こっちも100ボルト、あとこっち側にですね、あ、はい、あ、本当だ、はい、あ、電気もしっかり使えるようになってますね。そうですね、一応全部ここに統一してパナスイッチを配置してあるんですけども、いや、いいですね、はい、で、あそこ、そこの正面のところは、フリップダウンの、そうですね、なんか、テレビが、あ、はい、そこで、はい、ナビ連動にしてありますので、後ろでしっかり見れるようになってます、はい、はい、これあれですか、サブバッテリーも積んであるんですか、はい、あ、サブバッテリーこの下になってますので、あ、じゃあそしたら、はい、電源切ってても、そうです、あの、ガソリン買わない状態で見れるってことですね、はい、あ、こちらが電装品ですね、はい、すごいパワフルな感じですね。スペックはどんな感じなんですか。一応 HV4 の100アンペア、それから1500のインバータが、はい、入ってます。でも当然オプション設定なんですけども、はい、はい、あ、ありがとうございます、はい、なのでオプション設定できると、はい、そちらの電子レンジも使えるようになるって形ですね、はいはい、なるほど。あとはベッド展開ですけども、はい、ベッド展開もしていただけますか、はい、ボックスのところにちょうどね、穴が開いてて手がちょうど差し込める感じになってるんです ね、 ですね。あと一応ここが電子レンジが入るので、はい、この取っ手がちょっと邪魔にならないよね。あ、まあ、カットはしてあるんです。カットしてあるんですね、はい、素晴らしい。あ、これでフラットになる。あ、これでフルフラット完成ですね、はい、おー、早い。そしてなんかあの慣れちゃえばもうパズルみたいにパパパパッとできる感じですね。わー、本当にヒノキのいい香りが、なんかサウナにいるみたいな森林浴してるんですよね、はい、いや、いいなあ。とこのボックスも、はい、ちょっと階段にもなるように、階段にも、はいはい、階段ここに置いて、はい、あー、はい、あー、なるほど、なるほど、そうですね、そうすると、はい、ちょうどいい形でちょっと入ってみて、ね、あ、で、どうぞ、はい、はい、どうぞ、で、置いとけば、ついに、はい、あ、やっぱり香りがいいし、で、座った時天井も当たらないですね。はい、でね、意外とこれ、このライトがすごいこの木とマッチしてていいです。あの優しい感じの光になってますね。はい、で、ここに何気にね、収納もあるので、本当、はい、あのちょっとしたものを入れてね、ね、運べそうですね、はい。あとそちらのスピーカーはもともとついている感じですか。オプションで、あ、オプションで付けられるですね、はい、です、スピーカーつけたかったらオプションでも付けられる、はい、でそこに後ろはしっかりあのカーテンができるようになってます ね、はい、ですね。なのでプライベート空間としても、はい、あと前にもあるので、あ、はい、前にもあるので、はい、そうですね、こちらにカーテンついてますので、はいはい、ちゃんとプライベート空間としてもしっかり保たれるようになってますね、はいはい、まあ、快適ですね。なかなか香りがいいので、うん、本当に香りがいいです、はい、本当に締め切っちゃってカーテンすると本当に木質になるので、はい、で、ティケット電気の彼もね、優しい返しもしましたし、そう、すごい優しい感じなので、はい、本当森林浴に来てる感じがしますね、はいはいはい、このテーブルがそのまま外にも使えるので、はい、あ、じゃあ併用できるんですね、中と外と併用、そうそう、で、そのトランスフォーションボックスそのまま椅子になりますので、あ、じゃあその荷物がすごいいらないですね、はい、ケーブルとかですね、意外とかさわりますけど、はい、 そうですね、そういうものなしで行って現地で楽しめるってことですね。もともとこういうところにあのこういうふうに、ついてるんですね、こちらどのがついてるんですけど、こちらが開けるところがついてないんですよね。あ、なので、後付けてそこを引っ張って開けられるようになってるってことで、あと集中ドアロックもつけましたので、あ、じゃあもう安全もしっかり、はい、そうです、そうですね、トラックだから中から基本開けるっていう必要ないですもん、はい、1箇所ついてるんですけども、そう、ついてるんですよ、ちょっと硬いので、はいはいはい、開けにくいので、あ、じゃあこれで引っ張っていければ、はいはいはい、簡単に開くと、はいはい、あとステップもそちら側で、はい、暗くないように、チップも
回るのが本当だ。あ、そうですね、電気が回って、はい、じゃあここ明るくで入りできるって形ですね。はい、あとこちらがその残ってるボルテージ、そうですね、残量計ですね。はい、なんでここに、あ、ナビのやつもここで、そうです、ナビのやつもできるんですね。はい、全てここでできるように集中パネルになってるから、 そこで全部後ろにいても前にいちいち行かずに、はい、コントロールできるってことですね。はい、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、豪華でした。ありがとうございました。